暴風雨で倒壊する前のドム協会。スティーブン・バン・ラムス・ウィールドによる腐食版画1697年刊行の印刷物、ヘンドリックス・バン・フリエイト協会の外交16世紀の宗教改革で偶像破壊された祭壇の装飾ドム等から見たに借り、再建されたドム協会、ドム協会、または聖マルティン大聖堂は中世のユトレヒトに存在した。 ユトレヒト大司教区の司教座聖堂。当時、トゥールの聖マルティノスを叩いたオランダ最大の教会であり、ジェイラント州ミデルブルフの大聖堂とともに、オランダにあった二つのカセドラルのうちの一つであった。1580年により、プロテスタントの教会となった。ドム教会の歴史は古く、初期教会が建設されたのは630年頃のことであるが、当初は木造であり、 その後東海と再建を繰り返し、現在の姿となった。ドム教会の建物はフランスで発達した建築様式であるゴシック様式と告示している。他のオランダのすべてのゴシック建築の教会は多様な地域性を持っている。フランスのゴシック建築の教会とは異なり、ドム教会は塔を一つしか持たない。高さ112メートルのドム塔は、 教会の塔としてはオランダで最も高く、ユトレヒトのホールマークとなっており、日本においては、長崎県のテーマパークハウステンボスのシンボル、ドムトールンのモデルとしても知られている。1674年、ユトレヒトを蹂躙し多くの犠牲者を出し、2つのカセドラルを破壊した竜巻による暴風雨により、教会の中央部分がドムトをつなぐ振動とともに倒壊。 その後再建されることはなかったため、現在ドム教会から離れたところにあった東端のドム島が大聖堂とは別個の建物として離れた場所に存在している。現在残されているドム教会の遺産は聖火堆積及びドム島の翼角である。1674年の豪雨で倒壊した教会中央の新郎はドンプラインと呼ばれる大木が立つ広場となっている。 歩道に埋め込まれた多彩な石が当時の教会の改革を示している。建築開始から750周年となった2004年、足場によって一時的な再建を果たした。この足場はすでに解体されている。2013年、ドム教会の発掘調査を行うプロジェクトが発足した。回廊及び3次会会場も現存しており、ユトレヒト大学のメインホールとなっている。 三次会会場は、レーデルラント連邦共和国を建設した、ユトレヒト同盟が署名を行った場所でもある。ユトレヒトは、西の神聖ローマ帝国にとって、重要な都市であり、ザーリア・アサトは特に深い関係にあった。中世初頭には、神聖ローマは常に、ドム教会の名誉主教座制度三次会員になお、連ねていた。コンラート2世及び、ハインリヒ五世は、 それぞれ1039年と1125年に、ユトレヒトで没した。彼らの内臓と心臓は、ドム教会で埋葬されている。聖火堆石の床にひっそりとはめ込まれている、皇帝の意思がその歴史的事実を現在に伝えている。比較的無傷で現存している、ドム教会唯一の中世の霊病は、14世紀の主教アベエヌの害の墓だけである。他にも多くの美しい墓標や、 記念碑が存在する。中でも16世紀中央のジョージ・バン・エグモント司教の記念碑は歴史的に重要である。ありがとうございます。